皆さんこんにちは、セイラです。皆さんはハヤブサエンジンを搭載した最強の自動車についてご存知でしょうか。ハヤブサエンジンはスズキが開発するエンジンです。スズキはホンダ同様に車とバイクを両方作っているメーカーで、バイク業界では他と被らない独特のマシンデザインから熱狂的なファンを獲得しています。特に1999年にスズキから満を持して発売された GSX-1300R ハヤブサは、究極のスポーツバイクを目標に開発され、名車として名高いです。このバイクは市販車のノーマル状態で、当時世界最速の時速312キロを記録しています。そのパワーの源泉となったハヤブサエンジンは、スズキにとって特別な存在となっています。今回はそんなハヤブサエンジンについてフォーカスしていきます。ハヤブサエンジン搭載スズキビジョン GT 登場。スズキは世界的にも数少ない四輪と二輪を手掛けるメーカーの一つとして知られており、いずれの分野においても世界を舞台としたモータースポーツ活動を行っています。今回取り上げるのは、人気レーシングゲームのグランツーリスモ7のアップデートに合わせて、スズキから発表されたスズキビジョングランツーリスモです。スズキビジョングランツーリスモは、四輪と二輪を手掛けるスズキならではの AWD スーパースポーツです。なんとフロントミッドに搭載されるのは、スズキのスーパースポーツバイク、ハヤブサ用の排気量 1340cc の直列4気筒ガソリンエンジンです。スズキのスポーツバイクハヤブサは、スーパースポーツを超越する究極マシンとして、メーカーではアルティメットスポーツと呼称しています。 GSX-1300R ハヤブサは、最高速は世界最速となる時速312キロを記録し、世界のモーターサイクル史に名を残しています。20世紀に市販された最速の公道モデルという称号を得ています。そのエンジンを四輪車に組み込み、電動化技術をプラスし、エンジンとモーター駆動を組み合わせた AWD 駆動が今回のスズキビジョングランツーリスモです。ビジョン GT について。スズキビジョングランツーリスモは、最新のハヤブサのエンジンと最新のスズキの電動化技術や軽量化技術を用いて蘇らせたモデルです。実はこのハヤブサのエンジンを使用して四輪車にするというコンセプトは前からありました。それは2001年のフランクフルトモーターショー、その直後の第35回東京モーターショーに出品されたコンセプトカーのスズキ GSX-R4 です。この車はスズキの代表的なスーパースポーツバイク、スズキ GSX-R をそのまま四輪にしたというコンセプトで設計されました。そのコンセプトを引き継ぎ、今回開発されたのがスズキビジョングランツーリスモとなっています。車重はわずか970キロを実現したほか、全体のシルエットやディテールにはスズキを代表するスポーツモデル、スイフトスポーツやカプチーノの DNA が受け継がれています。デザイン面では、エクステリアはスズキのスポーツ仕様となるスイフトスポーツのようなフェイスデザインを、よりシャープで迫力のあるものに進化しています。内径ホイールに加えて、リアにはセンター2本出しマフラーを採用することで、360度どの角度からもスポーティーさあふれるデザインになっています。最新のハヤブサの 1340cc エンジンをフロントミッドに搭載した FR 駆動のレイアウトで、フロント駆動用に2つのモーター、リア駆動用に1つのモーターを追加した AWD とするレイアウトを採用しています。このエンジンとモーターとの組み合わせにより、最大出力は合計 318kW/9700rpm、 最大トルクは 610Nm/3000rpm を発生させます。軽くて速いというスポーツカーとしての本質を求めた車となっています。ハヤブサエンジンの特性。現在最新のハヤブサエンジンは、これまでの極限にまで引き上げられたパワーを全領域で扱いやすくするというテーマが強調されたものとなっています。実用域の速さも追求し、最高のパワー特性ということで、従来型のユニットを徹底リファインして改善を加えています。
実は従来型に比べてスペックだけ見れば最高出力は 197PS から 188PS へダウンしています。しかしながら、いわゆるトルクの谷は解消され、誰もが速く走れるという特性を獲得しています。はやぶさエンジン搭載の反響。それでは、スズキビジョングランツーリスモがどういった評価を受けているのかという部分にフォーカスしていきます。デザインに対しては普通にかっこいい、見た目はとてもかっこいい、屋根のないスイスポいいねという声が見受けられました。しかしその一方で、スイフトを平べったくした感じだね、見た目がスイフト意識しすぎで微妙という声も見受けられ、賛否両論です。パワーユニットに関しては、はやぶさのエンジン搭載と聞くと架空でも楽しくなる、エンジンはやぶさとかガチかよ、はやぶさエンジンプラス3モーター AWD いいという声が見られました。鈴鹿で実際に走らせたら、実際に鈴鹿で走らせたらどうなるのでしょうか。 PS4 版のグランツーリスモ7にある鈴鹿サーキットでしばらく走り込んでみた印象としては、やはり軽くて速いというのが印象的でした。国内メーカーのスポーツカーとして有名な日産 GTR、ホンダ NSX、トヨタ GR スープラなどと十分やり合えるだけのポテンシャルを秘めていると感じさせます。フィーリングとしては、はやぶさエンジンの特性をベースとしつつも、立ち上がり時にはモーターによる加速を感じさせます。異形ステアリングを採用していることもあり、ハンドリングについては不思議な操作感覚でした。ちなみにこのステアリングでは、可変ギアレシオや前輪に搭載する2つのモーターの制御なども行われていることが想像される作りとなっています。全体を通して大排気量のハイパフォーマンスモデルにはない独自の走りであり、やはりスポーツバイクのはやぶさエンジンを搭載したことが一味違う部分を感じさせる要因です。こういったスタイルはバイクも車も開発するスズキだからこそできるゲートです。 GR3 のレギュレーションに合わせて大幅にチューニングされたスズキのモータースポーツに対する情熱を体現したモデルであり、20世紀に市販された最速の行動モデルのバイクの DNA が受け継がれた車という表現に十分値すると思います。まとめ。ここまで、はやぶさエンジンを搭載した究極の自動車、スズキビジョングランツーリスモについてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。スズキビジョングランツーリスモはゲーム上だけの存在です。そのためゲームの中でしか走らせられませんが、近い未来実際に発売される日が来るかもしれません。はやぶさエンジンとモーターの融合ということで、全体を通してかなり攻めた車となっています。スズキといえば軽自動車というイメージもありますが、こういったゴリゴリに速さを求めた車やバイクも作れるということで、そういった意味でも注目が集まります。車重970キロとかなりの軽量に抑えて、軽くて速いという王道の速い車に仕上がっています。グランツーリスモは日本ではかなり人気のレーシングゲームであり、車好きはもちろん、そうでなくても一度は遊んだことがあるゲームだと思います。近年のグランツーリスモはものすごくリアルに作られており、車の運転フィーリングなどもかなり忠実に再現されています。特に昔遊んだことがあるけど最近はという方にはものすごい進化を見せていますので、グランツーリスモ7はぜひ手に取ってほしいところです。それだけに実車がどういった感じになるのか、さらに興味惹かれるところです。それでは最後に質問です。皆さんは、はやぶさエンジンを搭載した究極の自動車、スズキビジョングランツーリスモについてどのように思いますか？ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。